はいどうも皆さんこんにちは、僕です。ということで今回は新キラーツインズを使ってサファーケーションピットで遊んでいきたいと思います。いきなり予告なしで来たねツインズまあ予告はあったんだけど、まあいつもね1週間前とか2週間前とかに来ますよっていうの予告があって、いつも毎週木曜日に来てたんですけども、今回はいきなり来たねということで使っていきたいと思います。ツインズのこういうパーク3つですね。上から溜め込みやですね、ちょっとここはいるのでしっかり狙っていきましょう。さあ一発与えて、ここでビクトルを出して突進で噛みついていきましょう。しっかり見てんね、飛ぶ。これは無理だね、ブロックされる。これブロック、これチェイサンって入らないっけ、ここって。うまいね、超える。オッケー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 、ちょうどよかった、ナイス。まあこれで1台ついちゃうけど仕方なしと。で姉のシャルロットに変えましょう。で、こういうパーク一つ目、溜め込みはですね、32、48、64メーター以内の生存者が、チェストにアクションを行うか、アイテムを拾った時に大きな通知音を受け取りますよと。儀式の開始時点でマップ上に最大2個のチェストが追加で出現します。もう一つが、迫害ですね。発電機を修理す、発電機を破壊すると、他のランダムな3台の発電機の進行度が最大3つまで後退し始めますよと。発電機のいずれかが修理中の場合、修理をしている生存者に難しいスキルチェックが発生します。120秒、100秒、80秒のクールダウンですよと。そういった感じですね、二つは。で、ラスト一つのこういうパークがとどめの一撃。発電機の修理が完了するたびに、いるね。発電機の修理がね、完了するたびにトークンを獲得しますよと。OK? あ、こっち側にいたんだな、ビクトル。トークンを1個以上持ってるときに、これ当てれるか、当てるのむずいからね、意外にね。ここ !OK! トークンを1個以上持ってるとき、次の突進攻撃の距離が、70、75、80% 増加し、トークンを1個消費しますよ、と。そういったパークになっております。今回はね、ノーワードでやってきました。さあ、しっかり担いで吊るしましょう。できれば、小屋の方で固めれることできます？あ、できなさそうだな。ここ回るかな。これ、迫害の効果出たんじゃない今。スキルチェック見せてくれたっぽいけど。さあ、しっかり吊るしていきましょう。まあ、ツインズはね、結構キャンプ主体なんで、キラー的には。さあ、これ、とどめの一撃が2トークン溜まりますよ、と。ちょっとね、言うてね、遅延パークがないんで、かなりきつい試合を迫られることになるんですけども、ちょっとこんどうしようかな、ちょっとむずいな。開けてる場所でちょっとビクトルを出しましょう。 OK、 まあ高台下でお姉ちゃんを配置しておいてだね。ここでビクトルを出動させますよと。当てれるか。 OK、 いいね、助けましたよと。噛みついた方を狙っていきたいんだけど、オッケー、向こう側に行ったのね、了解。このローリーは詰まっちゃった。これ狙えそうだな、デッハがない限りは狙えそう。狙えるね、オッケー、いいね。ストライク持ってるかな、まあさすがに切れてんじゃないかな、どうだろう。さあ真ん中に吊るしていきましょう。しっかり発電機蹴っていきたいね、迫害あるんで。オッケー、蹴っておいて、いいね。向こういたね、いるじゃん、でかい。これは90いくかな、そのままいかない。 OK、 ちょっとツインズは近すぎたら置けないんだね。これ置ける場所とかがあるからさ。 OK、 もうちょっと近くに置きたいんだけど。を抜く、なるほど。さあ飛びつこうか。オッケー、ボルタイか、全然オッケー。もう一回殴れるかんね。ビクトラ潰されなかったら全然殴れますよと。オッケー、いいね。さあこれはしっかり担いで3人にしましょう。ちょっと人数減らさないとまずいんでね、結構回るスピードが速くてしんどくなっちゃうんで担いでいきましょう。まあ、ローリーだからストライクありそうだけど、ないか。オッケー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 、もしくはミスってくれたかどうかだね。オッケー。
固有が見に行きたいね。さすがに。やってる？やってないわ。真ん中とここの3つで巡回したい気はする。いるね、ジェフ。でかいでかい。一発殴れたらでかいぞ。一発殴って、オッケー。で、弟を出動させたい。蹴っておいてだね。オッケー。蹴っておこう。で、ジェフどこ行った？いるねー。どうも。電波は？ないか。今ので多分電波ないの分かったね。これ、旋回にね、弱いんだよね、だいぶ。いやー、マジか。潰されないよね。よかったよかった。この後にね、飛びつきミスっちゃったら潰されちゃうんだよね。蹴られて。なんとも悲しい。感度がね、ビクトルの場合だと、なんか低くてね。ここオッケーいいね。感度がビクトルの場合だとね、ちょっとね、低くてね、ちょっとやりづらいんだよね。回してるでしょ、ここ。回してんね。ちょ、欲張りますよ、これは。ビクトルちゃん、欲張ります。オッケーでかい。ここ回してんじゃん。ちょっとダウン隊をまず、担ぎたいけどね。まあ、迫害入れておいて、で、まあ、ビクトルに、怪我の状態じゃない、状態で、健康状態で、噛みつかれた場合は、行動不能と、衰弱の効果を受けますよ、と。今みたいにね、今のメグちゃんみたいに。で、負傷状態だと、そのままダウンが入りますよ、と。ここで、ね、出せないんだよね、ビクトルを。ここら辺で出したいんだけど、あれだね。距離制限があるのかな。さあ、また直してるはずだと思うけど、どうだろう。やってる？やってないね。じゃあ、向こうの発電機かな？お、いるね。他のところは回ってないはずだから、今つけた人が救助行かないとまずいね。これちょっと飛びつきキャンセルして、スマ着ではないと。ロッカー？入らない。OK。さあ、そのまま抜く。ビルなんでボロ体は確定でしょう。お、ビル竹引く。で、かない。OK。ここはあれかな？飛びを回避するために。てか2回目か、でもあのジェフ。OK。まあ、この子は1回目だから前に出てきたんでしょう。おそらく。いるね、近くで。これは普通のお姉ちゃんが追いかけてもいけそうな気するけど。OK。解放かな？おそらく。うん。あのビル解放だから、多分、普通にやられに行った感じだね。賢い。いいねー。さあ、しっかり釣っていきたい。よし。オッケー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 。残り1台だけど、いい試合できてる。回してないよね。向こう側回してそうなんだよね。とりあえず向こう側行こうか。ビクトル自体は、サバイバー担ぎもできないし、あれだね、回してんのか。ここよーし、オッケー。意外にむずいからね。で、帰ろう。帰ったらいるんじゃない？いるね、やっぱり。で、これでビルは、ダウンと。でかい。まあ、これストライクだったら仕方ないけどね、これはもう。ストライクじゃない。オッケー。で、これで回らないから、あの子追いかけよう。これ最後いい立ち回りできたね。めちゃめちゃ。オッケー？でか？オッケー。いいねー。でかい。さあ、担いでいきましょう。いや、ツインズ、結構立ち回りがマジで重要なキャラになってくるね、やっぱり。うん。姉ちゃんのシャルロットをどこに配置するかとか、弟のビクトルをどこまで生かすとか。いや、飛びついちゃったら、ビクトルが、行動不能になるんで、お姉ちゃんだけで行動するっていうのはなかなかしんどくなってくるよね。うん。やっぱ弟のビクトルがめちゃめちゃ強いんで、お姉ちゃんだけってなったら、4.6 のただの徒歩キラーになっちゃうんで、そこだけはね、怖いけど、だからあんまり正直僕的には、まあ、時と場合によるんだけど、怪我してない状態で、ビクトル使って飛びつくのはあんまりよろしくないかなと。もうその間、飛びついてる間、お姉ちゃんのシャルロットしか使えないから、うん、それはあんまり良くない、よろしくないんかなと使ってて思います。そういやね、沢家の生成がね、ちょっと変わってるんだよね。ここにもほら、破壊可能壁あるんだよね。で、ここ
こっちにも窓があるんだよ。だからちょっとね、本家寄りになったかなと思います。ということで、この動画を見てツインズが使いたいと思った方は、高評価とチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、僕でした。バイバーイ。